ソスケ、降りるよ。ん？寝過ごしたわ。ごめんね、ママ寝ちゃってた。戻らないとじゃん。一回銀さんのとこ行こっか。うん。バカ真面目に、そんなの言わずに乗っちゃえばいいのよ。ご乗車ありがとうございます。あれ？お客様。何？名古屋から岡崎の切符なのに、反対ホームから来ましたよね。ちょっと寝過ごしちゃってね。切符見せてもらってもいいですか？何よ、本当よ？切符に証明がないですね。え？これは不正乗車の扱いとなりますね。罰金をいただきます。ちょ、ふざけるんじゃないわよ。私はね、うっかり寝過ごしちゃっただけよ。駅員さん、バイバーイ。どうも。ちょっとあいつらも同じよ。捕まえてお金を取りなさいよ。あの方たちはちゃんと寝過ごした駅で申告をしていますよ。え？にひ切符に5乗の証明がありますからね。勝手な判断で折り返してしまった罰ですね。3倍運賃払ってください。キュー、はあ、入院生活つまんねえな。西川さん、血圧測りますね。はい。駅員さん、どうされました？今日西川ってやつの誕生日なんだけど。はい。協力してくれない？お願いします。お願いします。僕にできることなら協力しますよ。あざぽよ。じゃあ準備しよう。うん。おう。そういえば西川さん、今日は誕生日ですよね。あ、そういえば。病院からケーキのプレゼントです。よかったら。ありがとうございます。バカなあいつら何してるかな。俺がいなきゃむちゃくちゃになってそうだな。いつもうるせえあいつらもいねえと寂しいもんだな。じゃあ記念に写真でも撮りましょうか。あ、はい。じゃあ行きますよ。はい、チーズ。一人で撮ったとこで。ん？西川さん、これ。え？西川だよバカ。すいません。支援証ですか？10分のください。では30分におまけしときますね。ありがとう。ライス駅メトロさん、おはめた。鈴木、また遅刻か。ちょっとモーニングでラーメン二郎食べてまして。止めすぎだよ。急に教室ニンニク臭くなったぞ。あ、本当はバイクがエンストしちゃって。この見た目のやつ電車乗ってこいよ。あ、本当は横断歩道で指差し確認してたんです。右よし、左よし、時刻よし。よしじゃねえよ。駅員が遅刻すんな。あ、本当は不正乗車しちゃって鉄道警察に捕まってました。あんたは一番やっちゃダメだよ。反省して。本当は私のお腹のダイヤが乱れてしまいまして、トイレで大便発射してました。汚ねえな。朝から二郎食うからだろ。まったく。本当はなんで遅れたんだ？はい、遅延症です。最初から出せ。で、店長。どこだどこだどこだ。見当たんねえ。意地でも見つけ出して。お。本日は伊豆箱根鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。何探してんの？伊豆箱根の電車で1日1回何両目かにハートの釣り革があるんだって。ほう。それを掴んだ2人は永遠に結ばれるんだって。本当かね。西川はそんな相手いないもんね。うるせえ。タクポよ。え？あれもしかしてハートの釣り革だ。行くよ。おお。え、列車揺れます。ご注意ください。あっ、うわっ、てくっそー。え？お前ら車内で走るな。危ないだろ。バラッチ、ちょっと待って。え？バカ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 。バッキャラ！おう！やるっすよ。すいません。どうされました？朝から下痢気味で心配なので、トイレのまま電車乗ってもいいですか？ダメですよ。何考えてるんですか？トイレットペーパー折って静かにしてますので。そういう問題じゃないんですよ。紙飛行機だって折れますよ。それは器用だな。便座がシートベルト代わりになるので安全ですよ。危険だよ。もう苦しそうじゃないですか。てか、猥褻行為で捕まりますよ。大丈夫です。ちゃんと隠しとくんで。変態じゃねえか。ヒヤヒヤするわ。やばい、風が。アウトだよ。警察呼びますよ。喉が渇いた人にウォシュレットだって配れますよ。ウォシュレットの水飲む人なんていないですよ。ウォシュレットでシャンプーだってできますよ。迷惑すぎんだろ。床と天井びしゃびしゃになるわ。あれ、駅員さんと話してたらお腹痛くなくなってきました。トイレ置いてきますね。ならよかったです。切符を預かりしますね。あれ、ん、待って、買い直してきて。学校サボってタバコ吸うのが一番だな。ここはシガレットだけどね。てかさ、駄菓子屋と言ったらこれでしょ。何？刺身。こわー。駄菓子屋の刺身が一番うまいよね。いや、聞いたことないわ。鮮度から一番遠い気がする。いただきまーす。大丈夫、絶対常温でしょ。うまぽよ。そんなわけないよ、絶対美味しくないって。もさみ食べ。お会計が9円です。安すぎるって。逆に何の値段？じゃあ10円で。うち現金使えないのよ。珍しい、昔ながらの駄菓子屋でキャッシュレスなんだ。じゃあポイフルで。グミじゃん。私払っとくよ。ゴチ。じゃあアイスも買っていい？嫌だよ。あ、イエイ。クソゲー。え？クソゲー。何事ですか？クソゲー。
どうしたんですか？車内が暑すぎるのよ。もっとキンキンに冷やしたらどうなのよ。これでも設定温度は23度です。他の会社と比べて大江戸線は一番涼しいんですよ。だとしてもドアが開くたびに熱気が入ってきて意味がないのよ。それは仕方ないことですので。たく、そもそも都会は人が多すぎるのよ。みんな家にいたらいいのよ。お客様もその一部ですよ。うるさいのよ。どうにかく温度を下げるのよ。わかりましたよ。ママ怖いよ。隣の車両行こっか。うん、向こう行こうぜ。おっさんが一番暑苦しいわ。たく、これでちょっとは涼しくなるか。テクオさん。はい。なんかすごい冷たい風が来るよ。え、もしかして寒すぎるのよ。やべ、マイナス23度になってる。クソが。チュー、なんなのよあの店員の態度は。腹が立つわ。なにあいつ。ダサ。誰よこんなところにベンチなんて作ったのは。邪魔くさいわね。物に当たりすぎだろ。ベンチも階段も人混みも目障りなのよ。全部消えたらいいのよ。では橋爪さんの周りのもの全部消しましょうか。え、削除。なんなのよここは。ご要望通り目障りなものを全て消した世界ですよ。ふざけるんじゃないわよ。元に戻しなさい。戻していいんですか？また目障りなものが増えてしまいますよ。こんな真っ白で何もない世界、恐ろしくていられないわ。そうなんです。え、何もない世界は恐ろしいんです。孤独で悲しいんです。この世界にある全てのものが美しい誰かの作品なんです。ああ、わかったわ。早く元に戻してちょうだい。わかりましたよ。今の世界を作ってくれた昔の人に感謝して生きてくださいね。はい、うん、ちょっと私まだこっちなんだけど。おおおおおお、ママ海が見えたよ。綺麗だね。蒸し暑いわね。飲み物を買っておくんだったわ。うん。早く泳ぎたい。もうすぐ着くよ。うん、今のうちに水筒って。あれ、どうしたの？ジュースが減ってる。自分で飲んだんでしょ。もっといっぱいあったんだもん。ただで飲むジュースは最高ね。すいません。え、もしかしてこの子の飲みました？は、何を言ってるのよ。私じゃないわよ。あいつよあいつ。え、いや飲むわけねえだろ。知らばっくれてるわ、悪いやつね。勝手に決めつけんな。知らねえ人のジュース飲むわけねえだろ。犯人こそ慌てふためくのよ。おばさん。え、スポイトの中にジュースが入ってるよ。これは違うのよ。ジュース泥棒さん。え、次の駅で降りてもらいますね。チュー、日本チャ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 、日本チャ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 。1個多いよ。やっぱスポーツ観戦といえばタラバガニだよね。聞いたことねえよ。普通コーラとかだろ。いや、アナコンダの血だろ。気持ち悪いな。どこに売ってんだよ。感動するぜ。早えよ。まだ始まってないぞ。てかバレーって99人でやるんでしょ。コートパンパンなるわ。バレーは1チーム6人だよ。そっか、6対6でボール使って殴り合うんだよね。殴り合わねえわ。スポーツマンシップのかけらもねえな。始まったぞ。お、いいぞ。うわあ、ナイス。ああ、よっしゃ、頑張れイタリア。どこ応援してんだよ。俺たち日本人だろ。だってイタリア人イケメン多いんだもん。日本だってイケメンいるよ。お、え、あれってなんで五十嵐いいんだよ。イケメン。ただいまから15分ほど運転間隔の調整をいたします。すみませんお兄さん。どうされました？僕ストリートスナップ撮ってるものなんですけど。はい。めっちゃかっこいいなって思って、よかったら1枚撮らせてもらってもいいですか？そうですか。まあいいですけど。じゃあそこでリラックスしててください。リラックスね。いいっすね、めっちゃかっこいいっす。あざっす。こんな感じで撮れたんで見てもらってもいいですか？お、はい、こんな感じです。あ、電車撮ってたの？そうっすよ。かっこいいっすよね、この車両。あ、てっきり俺だと思ってたわ。はず？じゃあ彼氏さんも一緒に入っちゃってくださいよ。彼氏じゃないです。電車と付き合ってると思ってます。お似合いですよ。本当ですか？ほら見てください。いや、ほぼ映ってねえじゃん。ヘッドホン欲しい。マジで？首にかけるの可愛いじゃん。肩こるだけだよ。イヤホンでよくない？やだ、なめこ耳にぶら下げてるみたいじゃん。そんなことないわ。結局爆音スピーカーで流すのが一番じゃね？バカだ。音でかいのがイケてると思ってるやつだ。ここクラブじゃねえぞ。ん？鳥のさえずり、電車の汽笛、女性がヒールで歩く音、この環境すべてが音楽さ。天才ぶんな。音楽聞かないだけだろ。聞いてるじゃないか、君の声を。ひんも。とにかく今の流行りはヘッドホンなの。私買ってくるね。どこ行くの？ジビカ。行けねえわ。ご乗車ありがとうございます。ちょっと、はい。あ、今よ。ちょっとお客様。いろいろ考えたけど猫魂が結局一番よ。絶対逃がさねえぞ。あいつ誰だ？ん？
暑い暑い。お客様。なんだ？さっきは改札で暴れたみたいですね。何のことだ？猫騙しをして逃げた時、マイナンバーカードを落としましたよ。え？作戦成功ね。あの男のマイナンバーカードを偽装したのよ。次の駅で警察がお待ちです。クソがー！浮いたお金でピザでも食べようかしら。こんばんは。よくもやってくれたな。なんであんたが。残念ながら俺はめんどくさくてマイナンバーカードを作ってないのよ。なんでって。橋爪さん、警察がお待ちです。チュー、これに乗らないと遅刻だ。まもなくドア閉まります。ギリギリ間に合うのよ。チュー。ここは女性専用車よ。他のドアから入りなさい。クソが。すぐ乗らないと間に合わないのよ。少しぐらいいいだ。みんな嫌そうな顔してるでしょ。わかったら諦めなさい。俺たちが何したって言うんだよ。畜生。あんたら男は痴漢をするからよ。ここは女性の安全地帯ってことなのさ。帰りなさい。おかしいのよ。痴漢をする加害者のせいで、しないほとんどの男を敵に回すのか。確かに安全な人もいると思うけど、それがわかんないから。そういうことよ。あんたらの協力する気持ちが大事なのよ。はい、パパまた後でね。頑張ってね。いってらっしゃい。お、行ってきます。じゃあ運転手デビュー戦頑張ってこいよ。はい。家族も乗りに来てくれるんだって。あ、はい。いいじゃねえか。かっこいいとこ見せてやれ。はい。8時32分、そろそろ引き継ぎの電車来るかな。私が並んでただろ。知らねえよじじい。何のかことやってみろや。おうわぁ、うん、てめえ死ねえ。うん、電車があります。ご注意ください。膝を。ママ早く行くよ。待って、ソウスケ。パパの電車が発車しちゃうよ。はい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 。うん、何してるの。はいはい。ママ嘘だ、そんなはずない。あなた大丈夫。パパ生きててよかった。どなたですか。え、パパどなたでしょうか。ちょっと何言ってるの。意識は戻りましたが、脳に強くダメージを受けているため記憶に障害が起きています。え、記憶喪失ってことですか。簡単に言えばそうですね。すぐ治るんですよね。すぐ記憶が戻るんですよね。少しずつ思い出していくことはあると思います。ただ今の段階ではなんとも。パパ忘れちゃったの。そんな。市村、うめえもん持ってきたぞ。わざわざありがとうございます。あ、同じ職場の上司、榊原だ。どうも。お前は優秀な運転手になるはずだったんだぞ。研修じゃずば抜けて優秀だった。そうだったんですか。おう、またやりたくなったら戻ってこいよ。いつでも教えてやる。ありがとうございます。じゃあこれから夜勤なんだ。またな。はい。あなた。何も覚えてないんだな。目の前の人のことも自分のこともわからない。こんなの今まで生きてこなかったのと一緒じゃん。そんなことないよ。絶対記憶戻るから。大切な人との思い出も思い出せない。こんな辛いことあるか。こんなことなら俺もう諦めちゃダメ。きっとうまくいくから。私がずっとそばにいるから。すごーい、パパの会社だ。あなたの先輩が何か思い出せるんじゃないかって呼んでくれたんだよ。おー、市村、こっち来い。はい。ここ座ってみろ。え？運転シミュレーターだ。ここでずっと練習してたからな。かっこいい。ありがたいですが、僕にはもう無理です。何も覚えてないんです。パパ、一緒にやろう。え？早く早く。ん？よし。市村。え？今、乗務前の確認事項完璧だったぞ。え？続けてみてくれ。出発進行、定時時刻オーライ、ドアオーライ、進行オーライ。動作は完璧だ。あれだけ練習したから体に染み付いてんだな。すごいじゃん。先生が言ってたよ。記憶はなくても体が記憶してることはあるって。じゃあパパは運転手さんになれるの。俺が上に話しとく。ありがとうございます。やったじゃあ治る可能性があるんですか。はい。ただ手術にかかる費用が相当なものでして。おいくらですか。3000万円ほど。ああ、期待させておいてすいません。いえ、いいんです。今のままでも十分。あの、申し訳ありませんでした。
どちら様ですか？あの時私がホームで喧嘩をしていて、旦那さんを事故に巻き込んでしまったんです。本当に申し訳ございませんでした。顔を上げてください。いろんなことが重なって起きた事故なので、あなたが全て悪いとは思いません。ただ、これだけは覚えておいてください。あなたの軽率な行動一つで、たくさんの方が悲しみ、苦しんだ。そして今も苦しんでるんです。こんなことで許されると思っていませんが、3000万円、受け取ってください。どういうことですか？僕の全財産をかき集めてなんとか。そんなのいただけないです。受け取ってください。僕はあの日から人のために生きると決めたんです。何かの役に立てたらと。きっとうまくいく。パパ、大丈夫だ。皆さん、手術は成功です。よかった。ありがとうございます。やったー。よかった、よかった。あなた、わかる？パパ。わかる？パパ。思い出した。新婚旅行で伊豆に行ったよな。温泉楽しみだね。うん。ねえ、どうした？赤ちゃんできました。え？本当に？うん。やったー！やったー！ちょっとうるさい、静かに。名前どうする？名前。じゃあさ、せーので言ってみる？わかった。せーの、ソウスケ。また三人で伊豆に行こうな。うん、行きたい。もちろん。停止位置、よし、時刻、オーライ。パパの電車だ。かっこいいね。おめでとう。最近のエクスはつまんねえな。最近入手した定期、欲しい人、得。お、この定期安いな。ご了承ありがとうございます。おい、たくあん。なんすか？最近エクスで不要になった定期券を販売してるやつがいるんだよ。マジっすか？警戒して監視を頼むぞ。わかりました。ん？ちょろ、こんなのバレるはずねえよな。定期情報、57歳女性？おかしいな。メトロさん。あいつだよな。はい。おぞ。はい。これで交通費だいぶ浮いたな。おい兄ちゃん。え、本当に57歳女性でしょうか？何のことですか？その定期の情報を見させてもらいました。え、それは X の投稿で入手した定期券ですよね。なんでそれを、バレないとでも思いました？とりあえずざっと計算しますと、罰金は80万円になりますね。終わった。この宇宙人が気持ち悪いんだ。お前ら静かにしろ。あ、今日からこのクラスに転校生が来ます。おい、可愛い子って噂だぜ。マジで？はじめまして、市川京子です。怖い。じゃあ空いてる席座って。はい。京子ちゃん、こっちこっち。よろしくね。よろしく。よろしく。よろしくね。あ、京子ちゃん、ダメダメ、こいつ宇宙人だから言葉通じねえんだよ。おバカさんだもんな。え、はじめまして。私の名前は、京子。よろしくね。ご乗車ありがとうございます。お客様、こっち来てください。お客様。レン君、改札、鳴ってるよ。私のお母さんも耳が聞こえなくて、いつも手話で会話してるの。あれ？あそこにいんの宇宙人のレンだよな。ほんとだ。一緒にいんのは転校生の京子ちゃんだ。クソ野郎、なんであんな奴が一緒にいんだよ。アホなふりして声かけてもらおうとしたんじゃね。腹立つ野郎だ。じゃあ一緒に帰ろ。ご乗車ありがとうございます。ん？おい宇宙人、最近京子ちゃんとよく一緒にいるよな。宇宙人の分際で調子乗ってんじゃねえぞ。てめえは一生孤独で悲しい人生を送ったらいいんだよ。意味わかるか、おバカちゃん。ちょっと何やってんの？あ、このバカに勉強教えてあげてたんだよ。嘘つかないで、全部知ってんだから。まあそんなカリカリせずに、俺たちとカラオケでも行かね？お、いいね。行かない。レン、行こ。クソが。好きな食べ物何？私も好き。切符拝見しますね。二人分でお願いします。あ、お客様危ない！お前ら何してんだ？ベル鳴らしたけど聞こえなかったか？
おいゴラてめえ、あ？あんたら本当に最低だね。かわいそうな人間。そこの宇宙人の方がよっぽどかわいそうだろ。生きてて楽しいのかよ。最高に楽しいよ。辛いこともたくさんあるけど、嬉しいこともたくさんある。どこがだよ。あんたらにひどいことされても、なんでレン学校に行ってたかわかる？は？あんたらといつか友達になれるって信じてたんだよ。あ？入学式の時、駅で迷ってたら二人が一緒に連れてってくれたって。体育で倒れてた時に真っ先に救急車を呼んでくれたって。あ、レンはあんたたちを頼りにしてんだよ。そうだったのか。ごめんな。ごめん。違うでしょ。ごめんなさいでしょ。こいつなんて？ついに18切符を手に入れたぞ。よかったね。うん、いっぱい電車に乗るぞ。あおじさんの頭に。駅員さん、助けて。トスケ君。駅員さん、必ず切符取ってくるよ。うん、毒のよう。横山さん、待ってー。間に合った。くっそ、行っちゃったか。2354F 車掌取れますか。はい、どうしました。頭に18切符乗せてるおじさんがいるはずで、回収をお願いします。わっかりました。あ、お客様。え？頭失礼します。え？あ、なんで宅配金どうされました。切符が窓の隙間から飛んでいきました。え？どのあたりですか。熱海付近です。すぐ行きます。ちょっと待っててね。うん、どこだ。日焼けしに行こう。いいね。あ、ちょっと兄ちゃん。え？駅員さん。頭のそれもらってもいいですか。あ？ずっと追いかけてきたんです。あ、これダメだよ。え？なんでですか。持ち主の方が待ってるんです。あ？これは俺の宝物なんだよ。渡すわけねえだろ。いや、返してください。どけんの？渡すかよ。ちょっと時間がないんです。五十嵐逃げよう。おう、ちょ、待てー。おーおー逃げろー。ほらー。あー、お、お、二人とも捕まって。うん、うわ、おっと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 、ここ落ちたらやべえぞ。もっと引っ張って。うー、あー、ちょっとやばいって。あ、やばい、溺れる。めっちゃ浅いっすよ。ほんとだ。てか、なんでそんなに五十嵐のエビ欲しいの。エビ？俺のエビが欲しかったんだろ。いや、違いますよ。僕はその、切符がない。どこやったんですか。切符？そんなの知らねえよ。切符探しに海まで来たの。海に落ちたら探しようもないか。あ、駅員さんも日焼けしに行く。いや、大丈夫です。なんか悪いな。いや、いいんです、楽しんで。バイバーイ。駅員さん、まだ今も探してくれてるんだよ。駅員さんだ。ソウスケ君、僕の18切符見つかった。それがごめん、頑張って探したんだけど、いろいろあってね、力になれなくてごめんね。駅員さん、ん？帽子に18切符ついてるよ。え？おお、気づいちゃった。うん、ソウスケ君、どうぞ。ありがとう。にひ、ありがとうございます。それほどでも。奇跡起きた。